GG のなんだろう。銅ね。ガチで。銅ね。銅で匂い落ちるって言うから。そう、あれなんだっけ、AG イオンのさ、なんかおばさんのさ、うん、チームやってたやつ分かる。分かる分かる分かる。グルットってやつ。あれつけてる。分かるよ。ガチで。俺もテニス部時代何度かお世話になったよ。うん、寝るときも体全身にかけてから寝るから。してる。中年独特の加齢臭って、そう、落とす方法ってなんだっけな、手術するか、うん、なんだっけな、なんかね、お風呂に10円とかそこら辺の同成分があるものを入れて擬似的に作るとか。10円じゃダメだよ、うん、10円じゃちっちゃいから。そういうね、なんか専用の湯船に沈める銅の球体みたいなの売ってるのよ、6000円ぐらいで。実際効果は結構高いらしいよ。あ、湯を入れるんだ。お風呂のた、あの沸かす前に落としとくの。ただちゃんとそれも洗わないといけないらしい。まあ、最悪ちょっと錆びてきたらコーラとかマヨネーズにつけて錆落としゃいいんじゃねみたいな。マヨネーズじゃない、コーラだな。酸だっけな、確か酸か、アスでもいける、リンソとかここら辺だった気がするよ。まあ結構前からその銅の球体はいろんなところで売ってるよね。健康グッズっていうところには大体置いてある、ね、まあ聞くっていう話は聞くけど、俺は実際それを触ったことないから知らないけど。うん、はい、わかりました。加齢臭の話したらラビさんが帰ってきた。やばい、ラビさんも思っちゃったよね。買いに行ったの、まさか道具球体。いや、あの、ヒカさんが加齢臭が気になってるって言うんで、加齢臭を落とす方法って手術か、体自体に銅成分を持たせて匂いを消臭するかっていう話をしてたんだよ。で、お風呂を沸かす時にその銅のいわゆる出汁になる部分を作る銅の球体が5、6000円で売ってるよっていう話をしてたタイミングで、ラビさんが離席したから買いに行ったんじゃねって。ずっと話してるよ、まさかラビさんも気になったのかなって言った俺も。この年で加齢臭、あの年重ねについてさ、やっぱり匂いって敏感になるっていうみたいな。そうだね。うん、だからさ、もしかしたらラビさんもワンチャン匂い気になったのかなって。加齢臭。やだなそれ。なんかラビさんもさ、ちょっとやっぱり気になるなって、脇の中にとかさ。ラビさん脇毛やばそう。あと胸毛の匂いとかさ。胸毛生えてんの。それはやべえ。あれだけど、ダニエフを持って、残念ながら胸毛も脇毛も生えてねえわ。うん、バッキングで腹毛生えてたろお前。腹毛、腹毛は処理してる。あ、処理してんだ。さすがにね、最近ね、そういうのに気になってきた。ロン毛な腹毛。ロン毛ハラゲはね、ちょっと気になって、カーリングだったよ。まあリアルのロン毛が俺だけどな、上は髪の毛ロン毛が俺。前田刑事だな。前田刑事ではねえけどな。いや俺のイメージはそうだ。どんなイメージだよ。いやこれより我ら白に入る。入らねえよ。これより我ら白入るって。やりぶんます。